年末年始の愛媛県内の高速道路では松山自動車道で年明けの1月2日と3日に最大で5キロから10キロの渋滞が予想されています西日本高速によりますと今日から年明け1月4日までの期間松山自動車道では1月2日に上り線の付録トンネル付近で午後4時ごろに最大10キロ 3日の上り線の同じ場所と時間帯で最大5キロの渋滞が予想されていますまた本州高速によりますとしまなみ海道は広島県側の上り線の向かい島バス停付近で1月2日と3日の午後2時ごろをピークにそれぞれ5キロの渋滞が見込まれていますまた12月30日から1月3日までの間は 休日割引が適用されないといととうことです高速各社は渋滞が予想される日や時間帯を避けて移動するよう呼びかけています。